皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。本日は子供たちと推し活動をしていきます。リアルピースっていうのがアイドル YouTuber、 そして TikTok をされてる方なんですけど、 TikTok もフォロワー200万人超えで本当に大人気の方たちなんですけど、子供たちとドハマりしておりますということで、リアピリアピピピー、やっぱりね、可愛いって言われたんやん。リアピのみんなに会うために私は化粧を頑張りたいと思います。まずこちらですね、ラローシュポゼのミスト状化粧水、これを使います。化粧水の浸透とかをグッとこう良くしてくれるものなんですけど、全体にこんな感じ で今はね、青も寝てるし、ちょっと今のうちにやっちゃう。手でしっかりと浸透させて、その後気合を入れたいので、こちらルーティンマスク101番ハピネスマスク、これね、 B アイドルのです。あかりんちゃんからいただいたんですけど、冬限定ということで、特別な日に向けて贅沢なケア勝負マスクってことで、これもうこれ絶対使わなあかんやんと思って、今日のために1個置いときました。見て、ほらたっぷりなの。ほらもうみずみずしくって、これね、首までついてるので、この乾燥を防ぐためにしっかりと。天才、見て、ピタッ。ひまわりさんの推しはででーん、ナオト、コウペイくん、あ、課長、あ、ママの課長、ね、誰が好きなの？コウタ。オッケー、はー、つやつやです。しっかり温度が下がってますね。で、浸透させていきます。もうウォン先生のメイクはめちゃくちゃ勉強になって、スキンケアからも全てメイク技術ももう大感動して泣きそうになったぐらい、私もこんな風になりたいなって本当に思った。 OK です。もうこれでね、すごいもうほらしっとりしました。で、次こちら N オーガニックのエンリッチ&コンセントレート VC エッセンス、こちら使います。もうね、 N オーガニックめっちゃいい。で、次これ、はい、じゃーん。アットコスメで購入したカネボーのベイルオブデイ日中用美容液マスクで、最後のスキンケアの締めにつけるみたいなので、これを使っていきまーす。あの、伸びいいねんけど、ピタッとひっつくね。保湿されてるって感じですよね。オッケーでーす。私はね、あのスキンケアしてからすぐにファンデーションを全体に塗らないので、もうこのまま置いときます。もし全体にさっき塗るっていう方は、ちょっと置いてからやった方が崩れにくいので。じゃあまずコンタクトから入れていきます。いつもカラコン聞かれるんですけど、もうこれしかつけてないんです今は。ミスティアのリリーベージュ、もうこれは漏れるし可愛いし、どんなメイクにでも合うっていう最強のカラコン入れました。よし、じゃあめくっていこうっと。まず下地、いつも使ってます&B の UV プライマー、トーンアップ効果と保湿力、それからビムのファンデとのすごく相性がいいので使ってます。で、ビムのプライマーを、あんよ、お化粧したらじゃあやってあげるから、ちょっと待っててね。やって、あと鼻で塗っていきました。こちらビムのエフェクトライクフィニッシュファンデーションキット26番のウォームを使っていきます。で、今日はちょっとナチュラルに見せたいので、ブラシで薄く塗っていきます。でね、クッションファンデのスポンジでもいいし、もし今日はちょっともっとこう控えめにしたいとかいう時は、これブラシを使ってあげてもいい。よし、はい、何もついてないスポンジでもう一度叩いて密着させます。で、ビムのオレンジのコンシーラーで眉毛アートまだ残ってるんで、ここの部分一回消します。眉毛アートなんでタトゥーみたいな感じなんですよ。割と濃いめにな皮膚にインクが入ってるんですけど、コンシーラーでこうやって消せるんですよ、カバーできちゃう。で、次アイブロウマスカラ塗るんですけど、マスカラを眉毛に塗ります。オールデイロング&カールマスカラ、ちょっと眉毛にボリュームと繊維を足して長くしていきたいので、普通のマスカラを使います。私眉毛変な形してるでしょう。これをね、もう整えるのにほんと時間かかるんですよ、本当になくって。あ、取れてなかった、最悪。取れてないやん、大事な眉毛のとこ。これ使っていきます。ヒンスのニューデブスアイシャドウパレットオフバランス、こんな感じね。ちょっとこうエレガントな感じしていきたいので、こう全体に塗っていっちゃうと、ここまで色を入れちゃう。こういうブレンディングブラシを使って周りの部分だけぼかします。こちらアディクションのアイ&チークコンパクトアディクションストーリーオブライフ102番使います。中身こんな感じ、めっちゃ綺麗でしょうかな。
の色をパッとこうパッとこんな感じ。ほら印象変わったでしょ、深みが出る。次はここに光を入れたいんです。カイリーコスメティックスのイルミネイティングパウダーかな。これがめっちゃ綺麗なゴールドなんですけど、これを使って目頭の毛根ひらの部分に光をつけていきます。こういう感じ、淡く塗るってよりもくっきりここを見せるって感じ。ちょっとカットクリースに近い、全部いっちゃうとちょっとやりすぎ感もう出ちゃうので、目頭の部分だけもう一度このヒンスのアイシャドウでこの部分にちょっとこう影を入れます。でやっていったら次は私マスカラを久しぶりに当てたんですよ、この日のために。なのでマスカラを塗っていきます。エスティローダーのダブルウェアゼロマジックマスカラです。これクリスマスコフレですね、ちょっといただいたので最近使ってるんですけど、めっちゃいい、ダマできへんし、マスカラ下地なしで綺麗にセパレートするんですよ。マジでロングになる、見てほら、めっちゃ可愛くない？え、やば、ちょっと今日可愛いって言われんじゃんって自信出てくる。アイライン若干太めに引いていきます。こちらシスターアンのアイライナーですね、ブラック使います。で、まぶたをこうがっつり持ち上げて、この粘膜に色をのせていく、塗りつぶしていくことでギュッて締まるんですよね、目が。ヒロインメイクのプライムリキッドアイライナーですね、こちら使っていきます。まあ、目の流れに合わせてちょっと太く、まぶたのラインですね、合わせてちょっと太く、だやりすぎ感がないし、こう横幅が広くなるかな。こんな感じのキャット系のまつげ、めっちゃナチュラル、こんな感じ、ほらめっちゃ可愛くない？ここでもうちょいちょっとさっきのエスティローダーのマスカラをこのつけまと同じ方向に向かって地まつげと馴染んで、やりすぎてないか、こういう細めのブラシでこの濃い色使ってアーモンド型にしていくので、アイライン描いたところからこうくる、こうアーモンド型に描いていきます。下まつげは結構長めにというか毛流れをちゃんと見せたいので、マスカラ下地ですね塗ります。ヒロインメイクのカールキープマスカラベース、これとさっきのエスティローダーのマスカラを塗ります。いつもはねもっとがっつりまつげ濃いし目頭のところにもライン入れるんですけど、今日はなしで、次は涙袋を描きます。こちらセザンヌ描く二重ライナーの影よピンクです。はい、こんな感じです。次このヒンスのこの可愛いキラキラね、この辺に入れます。普段はあんまりここまでせえへんけど今日はちょっとあり、オッケーです。アンドビーの UV プライマーですね。ベースやっていきます。今日はでなんかちょっと艶っぽさはやっぱ出したくって、で何もついてないスポンジで叩き込む。乾パンすごいからさ、ここだけちょっとオレンジのコンシーラーを追加しておく。こちらですね、シグラムのコントアペンシル、これを使ってノーズシャドウ。こっちまでこうぼかしていくように塗って、で鼻先にもう一度コンシーラーですね、ビムのコンシーラーをのせて、ちょっとでも顔がちっちゃく見えるように影をうっすら入れていきます。がっつり塗っちゃうともうここだけすごい茶色みたいになっちゃうから、軽く塗って全体にこうぼかす感じで。ちょっとこれ邪魔やな。次チークはポワッとした感じにしたいので、こちらペリペラのピュアブラッシュドサンシャインチークリバーのミルクティーコーラル、こちらを使います。じゃあ可愛くない？私いつもこう斜めにガツンって入れるんですけど、やっぱり今日は可愛いっていう風に思われたいし、でも私らしさみたいなのもちょっと残しておきたいので、眉毛は割といつもの私真ん中にこう入れて、鼻にもチークを入れる。チークちょっと塗っちゃうと若干こう鼻がね丸み出ちゃったりするんで、ハイライトを入れてすっきり見せます。最近ハマってるこのボビーブラウンのハイライト、こういうちっちゃいブラシを使ってまずここに縦に入れますね。で鼻先にも入れて、入れる時縦にも入れつつこっち側にも入れて、するとつんばなに見えるので十字にハイライトを入れます。で次一旦ここにもちょっと光が欲しい、ここに
ですね。リップを塗る前にフィックスミスト、こちらクラランスのフィックスメイクアップ、 OK。 あとは最終的にはね、やっぱね、髪型と服装で一気にイメージ変わるんで、団子とかしてたら割といつもの私って感じなんですけど、さっきのこのコントゥアのリップで縁取っちゃいます。がっつりリップ、ツヤリップにしたいんですけど、メイベリン様からいただきました。ツヤなのに取れないと言われている不思議なリップなんですけど、こちらを塗ります。初めてつけんねんけどさ、ツヤっとしてて、あ、なんかライチっぽい香り、え、めっちゃ可愛い、すごい発色いいねんけど、可愛くない？ OK。 次髪の毛やっていきます。サロニアのストレートアイロン、これでひとまずストレートにしていきます。綺麗に、これほんまにいいねん。私アイロン苦手やねんけど、これやったらめっちゃ綺麗にストレートになるからさ。 OK、 一回ストレートにしました。次こちらマシェリカールセットローション、全体にこう馴染むようにシュシュシュってしていって、スタイリング剤は結構これおすすめです。すごいキープされるし、あといい匂いだし。でこれもサロニアのコッテです。ここで短い毛拾って、いいじゃん、ガツッとこれぐらいゆるーく終わり。もうちょっとで終わる。めいちゃんもやろう、ひまも準備しようね。結構やる、めっちゃ興味津々。めいちゃんもかわいい、ありがとう。めいちゃんもかわいいよ。めいちゃんもお化粧したい？化粧したい。 OK、 ゆる巻き完成。最後ブラシで髪の毛完成しました。ひまが準備します。つなげていくんだよね、それね。そう、結構大変なんだから。何色からつけたい？紫からいく。紫です。はい、紫。ほら、できた、通りました、紫。はい、次コペ。はい、こうするの大変なんだから、これコペの次はママが好きで、カチョー。ママみんな好きだよ、加工して。加工し、ひまもだよ。メイのコーターね。メイのコーター。これ目の黄色。よし、リアピカラ。紫、緑、青、オレンジ、黄色ね。目の黄色。目の黄色。リアルピースにあったら何を話す？大好き。大好きっていう？そんなに好き？好きだよ、もちろん。じゃーん。リアピカラー。後ろはこんな感じ。編み込みにしちゃうと子供結構崩れてくるから、もうくるりんぱでやっちゃいました。完成！ナオカラーです。コータとカズーカラー。イエーイ！完成しました。今日は推しに合うということなので、花鳥カラーの水色にしました。で、携帯もブルーです。これを持って、推しカラーでいきたいと思いますっていうことなんですけど、実はですね、今回リアルピースがなんと家に来るんです。実は今日コラボで子供たちにサプライズをしています。で、もう少ししたらリアピのメンバーがなんとつくんです。私もやっぱり実際こうめっちゃ間近で会うのって初めてなんで、やばくない？子供たちどんな反応するやろということで、この後リアピの YouTube を見て音楽流しまして踊ってる途中にリアピが登場みたいな感じのサプライズにしようかと思っているので、成功させたいと思います。僕たちが人気の星よりアイドル、リアルピース、よろしくお願いします。今日は、コラボ、しかも
ドッキリイエーイ。今から突入していきたいと思います。マリリンさんの家にのりこむさん。じゃあ次は、アドラスト。早く会いたいんでしょ。まあ、アドラストだよ。次だからちょっと待って、探します。もう始まるよ。めいちゃんもっと後ろ下がって。ハッピーチューン。イエーイ。ハッピーチですけどね。の久しぶりかもしれない。いや、俺らもちょっと緊張した。いや、茨城までわざわざ来てくださって、うん、本当にありがとう。いや、こちらこそです。マジでありがとうございます。ありがとうございます。なんかドッキリするから緊張した。俺らも緊張したんだよ、うん、そうだよ。そう、キュンです。わかるで、今の気持ち。わかるで。はい、ということでライブに行くみたいなね設定で言いましたけども、実はこう来てくれるっていう、はいはい、なんとも嬉しいサプライズをしていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう大成功で、暇どう？嬉しい。嬉しい。こんな隣にいるねんで、触れられんねんで、推しに。みーちゃんどうですか？どう？怖い？うん、コウタがかっこいいって。あ、大好きって。お、5人で一番かっこいいって。フロムのじゃ聞こえてないから。私この後、はい、リアルピースのチャンネルで5人の皆さんに激変グラムメイクをやっていきます。イエーイ。激変グラムメイク、カットクリースして、ウィッグかぶってもらって、もうゴリッゴリの、まあ、ドラッグクイーンみたいな感じでフル装備ですね。おー、装備だって。やっていきますので、まあ、フル装備とかそういう言葉大好き。フル装備。あ、またローカル。やっていきますので、ぜひ概要欄からチェックしていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いしま す。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。バーイ。